おはようございます。速稼塾の久保です。一攫千金を夢見たりとかね、1億円、10億円稼いでみたい、これね、誰しも思うことではないかなと思うんですけども、私が考えているのは、まずね、5000円とか1万円ってのを自分で稼げるかなってことなんですよ。そして5000円、1万円を稼いだぞってことを積み重ねていって、その結果が1億円とかね、2億円とか10億円になると思いますね。ですので私は目の前の500円、1000円ってものをきちっと受け取っていくこと、きちっと売っていくこと、この積み重ねとか繰り返しっていうのは非常に重要だと思うんですよ。そして500円とか1000円のもの、そして5000円とか1万円のものが売れるようになると、実はですね、100万円とか200万円のものを売るのもそんなにね、スキルは変わらないんですよ。ですんでね、こういった小さなものを売ることをまず練習として、訓練として、信頼関係の構築としてやっていくことが本当に重要だと思います。その点では吉谷さんはね、低価格の商品もきちんと売って、あ、この価格の商品でもきちんと作られているんだなとか、やっぱりためになるなって思っていただく、その信用の積み重ねで次の数十万とかっていうものがね、やっぱこう売れる可能性が広がると思いますから、やっぱ最初は低価格のものを手に取っていただくということはすごく大事だと思うんですよ。そしてですね、まだね、月収で100万とか行ってない方とか、50万とか行ってない方は、じゃあ月収100万、50万をいきなり狙うんではなくて、今日中に5000円を売るってことをやってみたらどうかな、今日中に3000円のものを自分で売れるかなってことはね、これをやってみることだと思うんですよ。結局は一日一日の積み重ねが月収とか年収になるわけですから、今日一日をおろそかにして、で、年間で100万円とか200万円稼げればいいやみたいな、そういう帳尻合わせはね、やっぱりもう、そろそろやめた方がいいかなと思うんですよ。今日確実に1件売るぞとか、今日確実に5000円とか1万円を結果出すぞとか、振り込みをいただくぞっていうふうに決めて、その5000とか1万円にどれだけ真剣に取り組めるかっていうことだと思うんですよ。で、やっぱり将来入ってくるお金なんて、これはあぶく銭ですからね、これは歌方なわけなんですよ。そうではなくて、今日この手の中に握りしめられる自分の力量としての金額はいくらなのかなってことを確かめながらの億万長者合宿の、こういうようなね、歩みだと思いますんでね、だからね、あまり大きく大振りすることはないと思うんですよ。確かにね、一瞬で5億10億売ったっていうと人目を引きますけども、それはほとんどの人ができないから人目を引くわけなんですよ。で、ありふれたことからまずやっていく、自分もまずはありふれた存在になれるかどうかってことに挑戦してもらいたいなと思います。今の時点ではね、ありふれた存在でもないっていうことなのかもしれないんですよね。怖いですよね。それではいってらっしゃい。